はい。皆さんおはようございます。えー、1万人登録者達成記念のですね、お祝いコメントたくさんいただき皆さんありがとうございます。そしてね、ママチャアワへのですね、誕生日おめでとうコメントもですね、ありがとうございます。彼女もね、とっても喜んでおりました。えー、ま、1万人達成しましたけどですね、これからも変わることなく二人とも 頑張ってですね、明るく楽しい配信をですね、やっていきたいと思います。皆さん、これからもね、よろしくお願いいたします。プレゼント企画のですね、発表はですね、もうちょっと待ってください。今ですね、まとめているところなので、はい。ということで、えー、今日はですね、涼しい。なんかね、一気に秋めいてきましたね。えー、昨日の夜は、えー、熊本、エアコンつけなくていいぐらいですね、 涼しかったんですけど、今朝6時15分ぐらいです。相当ね、冷たい空気が、なんかね、鳥肌がね、腕に立つぐらいです。はい、一気に秋見えてきました。コブラちゃん、ありますけど。 結構人気だったみたいですね。これ育ててみたいというね、コメントたくさん来ていました。北海道や東北はですね、16度、15度ぐらいでですね、かなり涼しくなってきたみたいなんで、皆さん植物ですね、いろいろ一気に環境が変わるとですね、バッと表情を変えてくることがあるのでですね、えー、よくですね、注意深く観察してみてください。まあ、一気にですね、悪くなるということはね、ないと思います。逆にですね、えー、 涼しくなってくると、もう一度、ストレスからですね、解放されて、ぐんと大きくなることがあります。これね、皆さん、えー、また、今の時期からですね、成長させるポイントなので、このチャンスをですね、逃さないようにしてください。はい。こんなことを言うとですね、慌てて、外にね、出す人たちがいるので、えー、皆さん、これについてね、今回もですね、話していきたいと思います。 毎年毎年この時期になるとお話をしますけど、えー、だいたいね、9月になってこのお話をしていますけど、今年はちょっと早めにね、8月末にね、やろうと思います。9月になるとですね、えー、かなり涼しくなってくるところも多いので、皆さん、一度観葉植物を外に出しましょうなんてね、いうことが言われている動画が結構出てくるので、えー、外に出してですね、 失敗しましたという人たちが多発してくるので僕はですね、もう2年前から注意喚起として9月になったら、このことを毎年毎年口や、ま、やかましくですね、言っているんですけど、えー、昨日もですね、実は、えー、コメントで僕お返ししましたけど、シーグレープ、シーグレープのですね、動画出しているので社長シーグレープ買ってきましたってね、とっても可愛いです、えー。外の日陰の涼しいところでですね、注意深く観察したいと思います。 ということだったんですけどあの外にはですね基本元気な観葉植物はですね出さなくていいですからまあ涼しいですね日陰と言われてるんで、えー、大丈夫だと思いますけどこれ日がですね9月10月でも結構強いのでほんの10分とか、えー、室内で育っていた観葉植物ですね強い日差しにさらされると真っ黒焦ぎに、ね、なりますから。 これね、ほんと注意してください。えー、この症状がですね、かなり皆さん多くて、えー、悲惨な目にですね、会われている人たちが多いんです。で、今の時期にそれなっちゃうっていうことは、えー、再生ですね。まあ、熊本なんかは、あのー、まだ暖かいからですね、11月末ぐらいまで外に出しててもいいかなと思うんですけど、もうさすがに東北、北海道とかは、そんなわけにはいかないじゃないですか。 じゃあ、その焦げた観葉植物ちゃんたちどうするかって言ったら焦げたままですね、冬越えしなきゃいけなくなるんですね。えー、なので皆さん、再生をですね、試みる方以外はですね、えー、外に観葉植物はですね、出さないようにしてください。で、もうこのチャンネル見てですね、観葉植物、 上級者、達人の方たちはですね、えわ、ー、かっていると思うので、外のですね、とか、軒下とかの日陰ですね、ママチュアもよくやっていますけど、ね、軽く光が当たるぐらいで、そんながっつり当たるところじゃないですよ。ね、そういうところならですね、あの、海洋植物、外の風とですね、明るい光をですね、浴びて成長することはありますけど、えー、皆さん、 ほとんどの方はですね、その判断なかなか難しいと思うので、まずは観葉植物、外にわざわざ出さなくてもいいです。お部屋の中でも涼しくなるでしょだって、涼しさを感じていますよね。はい。そのぐらいなら観葉植物もですね、環境の変化感じ取ってくれるので、お部屋の中でもですね、成長します。なので、 お部屋の中の涼しいところをですね、見つけて、えー、そして明るいところですね、観葉植物、9月、10月とですね、成長させてあげてください。成長するというよりですね、先ほども言いましたけど、 太陽の再生工場とかでギュッと太陽の光を浴びて暑さね、の中で葉っぱを出しますよね。だから小さい葉っぱがですね、ピラ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 ーと出てきてですね、元気もりもりにですね、こんな感じで葉っぱをちっちゃくいっぱい出して頑張ってくれるんですけど、これが涼しくなってくると、わーいとですね、ストレスがなくなって、葉っぱがですね、大きくなってきてくれたりしますね。で、成長がクンクンクンとですね、背丈が一気にね、伸びたりします。 ね、えー、それはですね、やっぱり人間と一緒ですね。夏、ガーッとね、子供たち、スポーツとか頑張った子たちはですね、多分今疲れ果ててると思うんですよ。で、秋涼しくなってちょっと疲れが取れたらですね、冬場、一気に、 爆発的にですね、才能が伸びたり、えー、力がついたりすることってたくさんあります。これはね、僕もね、スポーツもずっとやってきたんで、わかるんですけど、やっぱり夏頑張ったらね、冬場伸びるっていうのはね、えー、植物にもですね、言えると思うんです。エネルギーをですね、たくさん溜め込んで、冬、ね、寒い冬を乗り切る力をですね、今溜め込んで、それを解放してですね、元気にですね、寒い冬をですね、乗り切る。こんな感じじゃないかなと思います まあ、あくまでもですね、僕の考察なんですけど、本当ね、植物と人間ってよく似ているので、えー、わからないときはですね、自分とかですね、子供たちの成長をですね、植物に見立てて、えー、考えてみるとですね、わかりやすいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、えー、今の時期、秋になったら特にですね、絶対、皆さん、気づいてくださいよ。 今から外に植物を出しましょうみたいな動画ね、出てきますからね、育ちますから外に一回出してあげてくださいというね、動画必ず出てきます。これでですね、失敗する人たちが出てくるので、皆さんくれぐれもですね、まあ、出したい人はですね、僕はもう出すなとは言いませんけど、自己判断でやってください。僕はですね、出さない方がいいと思います。絶対僕は出しません。 いいですかはい。ということでですね、えー、今まで元気に再生してきたりですね、えー、育てた植物をこの1ヶ月でですね、台無しにするという人たちがですね、えー、去年も一昨年もですね、多発しておりましたので、えー、今回はですね、早め8月末にですね、皆さんにお伝えしてみました。 こうやって最近、中ュ散歩ずっとやってますけど、皆さんこう、表情見て分かりますよね。一気にこう、背丈もね、伸びてきてますよね。で葉っぱ、見てみて,て。なんかめちゃでかいですよね。これ、このサイズですよ。ね、このサイズ。十号鉢じゃない。八号鉢、八号鉢こっちなんで、もっと小さいですよね。 なので、えー、一気に成長しますで。若干ね、ちょっと葉っぱの色が悪くなってきたような気もしないでもないですけど、えー、いいことばかりではありませんね。植物成長するときはですね、一気に悪くなったりすることもありますので、えー、その辺ですね、本当注意深く観察してですね、植物の秋の成長を楽しんでみてください。はい。じゃあ今回こんなところで、バイバイ。